発表時間は30分です。それでは藤井さんを拍手でお迎えください。それではですね、パンタス卒業大規模データをさまざまなパッケージで高速処理してみるというタイトルで発表させていただきます。はい、皆様はじめまして。私、藤根重信と申します。ちょっと珍しい名字ですが岩手県の出身です。現在みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社に所属しておりまして、先端技術研究部というところで、データ分析やクラウドなどの技術検証を担当させていただいております。過去にはですね、昨年度、このPyCon JP で、マシンラーニングの紹介をさせていただきました。ただですね、その時は運悪く機材トラブルが起きまして、動画の、録画ができなかったというところが起きましたので、今回はなんとか YouTube デビューできたらと思っております。はい、本日のアジェンダとなります。この後ですね、本トークの背景と狙い、パッケージ紹介についてご説明した後に、複数の技術検証を、順に実施していきたいと思っております。はじめに本トークの背景と狙いになります。いきなりですけれども、Pandas はデータ分析パッケージではすごく有名なものでして、私自身とても便利に使わせていただいております。さまざまなデータの入出力ですとか、主要な加工、結合、集計処理といったものをほぼ、サポートしており、そうですね、データ分析のにおいてもほぼデファクトスタンダードなパッケージの一つです。しかしですね、大きいデータにはスケールしにくいという課題があります。理由としましては、まずシングルスレッドであり、CPU コアがマシン上に何十個あったとしても基本的には1コアしか、使ってくれないというところ、また、インメモリー処理になりますので、データ規模が大きいとですね、ファイルを読み込んだところで、このようにメモリーエラーでこう落ちてしまうといったことも、起こり得ます。でこういったデータに対応するためにはですね、並列処理や分散処理をサポートするパッケージに、手を出していくといったところが挙げられますが、こちらもですね、いざやってみますと、例えばパーティションやワーカーといったですね、内部アーキテクチャを理解意識した、実装が必要になってきたり、また API がPandasとこう大きく違っていたりするとですね、プログラムの移植が難しかったりできなかったりする場合もあります。またこう頑張って実装したとしてもですね、処理時間やメモリエラーが改善されないこともあり、こういったパッケージにそうですね、ちょっと難しさを覚える方ということも多いかなというふうに感じております。そこで本日お話しすることとしては、Pandas を含む以下4つのパッケージを用いてですね、代表的なデータ処理を実装計測した結果について共有させていただきたいと思います。ここの中では API やパフォーマンスの違いに加え、実装時のチップスといったところも多数解説していきたいと思っております。公式のサンプルコードだけではですね、なかなか見えてこない現実的な課題とその打開案について紹介できればと考えております。また、本日、お話ししないこととして、CUDF といった GPU 系のパッケージですとか、またSpark のさまざまなパラメータやチューニングについての説明は今回割愛させていただきます。本トークの背景、狙いについてご説明しましたので、この後、パッケージの簡単な紹介を、移りたいと思います。はじめに Pandas です。Pandas は、実用的なリアルデータを分析するためのパッケージとして、開発、運用されております。内部ではですね、インデックスやカラムなどの値を NumPy で実装されておりまして、配列計算が、NumPy ベースで高速化されております。また、図のようにですね、CSV や Excel、JSON といった、多様なフォーマットに対応していることや、さまざまな分野の、分析要件に対応した、豊富で高レベルな API 群が揃っているということから、初学者含めとても扱いやすいパッケージの一つです。続いて、Dask になります。タスクはバックエンドではPandasを使っておりますが、タスクグラフによる並列処理や遅延評価による最適化が行われております。こちらの図のようにですね、左側のコレクションというところでタスクのアレイ、データフレーム、ディレードといったさまざまなタスクグラフの元になるコレクションを定義し、そこでの処理を定義しますと真ん中のタスクグラフが作られ、並列処理できるところというのが並列処理タスクの実行順序や並列の可否といったものがここで決まっていきます。
で最後に右側のスケジューラーを通して、シングルマシンもしくは、分散クラスター環境などで、実行することができます。また、ダスクの特徴としましては、パンダスだけではなくナムパイやサキトランを踏襲した API になっておりまして、これらのパッケージにもともと慣れている方は、ダスクにも踏み入れやすいといったところも、特徴の一つとなっております。続いて、バックスになります。ちょっとこちらは比較的新しいパッケージですので、あまり見たことない方もいるかもしれませんが、公式ドキュメントではですね、ハイパフォーマンスを謳っておりまして、10の9乗行、だいたい10億行ですね、これぐらいの規模のデータを秒単位で処理できるというふうに、こう記載されております。特徴としては、遅延評価や仮想カラムについてサポートしているほか、特にメモリーの徹底的な効率化が図られておりまして、データのフィルタリングやカラム選択は、基本的にゼロメモリーで実行できるといったところが、ポイントとなっております。最後に、PySpark になります。スパークはですね、パンダスと同じく、歴史が古いものになっておりまして、クラスターコンピューティング用のフレームワークとなっております。スパークコアをベースにですね、Python だけではなく、Java、Scala、R といったさまざまな言語にも対応しているほか、ストリーミングや、機械学習、グラフ処理といったさまざまなタスクにも、対応できているものになります。また昨年度にですね、バージョン 3.2 に上がりまして、ここで PySpark に Pandas の API が、統合されました。これによってですね、パンダスの、データフレームに対する、処理というものが、スパーク上でもできるようになりまして、より、パンダスに近い操作が、実行できるようになっております。ご参考までにですね、それぞれのパッケージの、GitHub スター数をグラフ化してみました。で、そうですね、ちょっと、PySpark は、スパークのリポジトリと統合されているので若干上乗せ感はあるものの、どれも、右肩上がりで、上昇しているというところが見て取れるかと思います。はい、以上でパッケージの紹介についてあります。ではここからですね、具体的に、検証を行っておきまして、それぞれのパッケージが、どんな、処理操作に得意か、あるいは不得意かといったところを、実際に見ていきたいと思います。はい、はじめに検証環境です。今回の検証では、Google クラウドの VM インスタンスを使いまして、CPU8 コアの、メモリー 64GB の、マシンを使用しております。Python のバージョンは 3.7、 各パッケージのバージョンはこちら記載の通りとなっております。続いて使用するデータセットです。今回は TLC トリップレコードデータと呼ばれるニューヨーク市が公開しているタクシーの乗車履歴データを使わせていただきました。こちらのデータにはですね、乗降車した時刻、場所、人数のほか、乗客が支払った運賃や支払い方法、チップ額、航空税といった、タクシーを利用する上でのさまざまな履歴データといったものが、履歴データが含まれております。こちらのデータを選定した理由としましては、オープンであることと、データ数が多いこと、また、複数のデータ型があるといったところも、選定した理由となっております。今回の使用するデータ範囲としましては、2011年から、今年6月までのですね、イエロータクシーのトリップレコード、ファイルについては、こちらのファイル名のように月単位で、パーケーファイルになっておりまして、合計138ファイル、全体の件数ですと 13.3 億レコードを、今回扱っていく予定です。ではここからですね、具体的に4つの検証を、主に行っていきたいと思います。はじめに、基本統計量ですね、データの平均や、標準偏差、最大値、最小値といったものを、カラムごとに計算することを行ってみたいと思います。ここではですね、対象のファイルパスが、こちらの図のように、ワイルドカード指定で与えられていると仮定しています。でパンダスで基本統計量を取るにはですね、この、
ワイルドカードをそのままでは読み込めませんので、パスリブを使って、5個のファイルパスに変換した後、データを読み込んで、コンキャットで結合し、最後でディスクライブで、統計量を計算するといったことが必要です。一方、ダスク、バックス、パイスパーク、この3つについてはですね、このワイルドカード指定のファイルを、そのまま指定することができまして、複数のファイルを一気に読み込んで、統計量の計算といったことができるようになっております。まあ、コードの行数から見てもですね、他のパッケージはよりシンプルに記述できていることがわかるかと思います。では、パフォーマンスがどう違うかといったのを見ていきたいと思います。こちら2つのグラフを用意しておりまして、左が実行時間、右側が、ピークメモリ使用量のグラフとなっております。どちらも横軸は、データの件数になっておりまして、対数軸で示しております。まず、左のグラフを見ていきますと、青のパンダスはですね、10の8乗を超えたあたりでメモリエラーでこれ以上はちょっと処理ができなかったんですけれども、他のパッケージはどれも全データ計算することができまして処理時間が早かったのはダスクとバックスになります。一方メモリ使用量を見ていきますとこちらまたグラフの形が全然違ってですね、パンダスはこうどんどん青天井まで突き抜けていくんですが、他のパッケージは一応リミットがだいたい見えておりまして、ダスクは30弱くらいで、パイスパークとバックスはどちらも10ギガ未満でメモリが収まっているというところが分かります。そうですね、データがもう少し増えますと、パイスパークとバックスの優劣というのは逆転しそうなところではありますが、処理時間も含めてみますと、バックスが高速かつ小メモリで計算できているというところがここからお分かりになるかと思います。では続けて、検証の2つ目ですね、データの保管、フィルター、型変換といったところを行っていきたいと思います。この検証ではですね、データに含まれている欠値や外れ値の補正、正しい値や範囲のデータ抽出、適切なデータ型への変換といったところを行っていきたいと思います。ここで、元データの統計量を見ますと、実は欠値や外れ値が、かなり多数あることが分かります。例えば、この赤のところは、乗車した時刻、降車した時刻になるんですが、降車した時刻がこう100年前に降りたとか、あるいは200年後に降りますみたいな、ちょっとバックトゥーザフューチャー的なことが起きているところとか、あとは一度に255人も乗った人がいますみたいなものだったり、あとはこうお客さんがですね、こう1000万ドルポンとくれたみたいな、なんかそういった、おかしなデータがいろいろあることが分かります。もちろん、それらは正しい値ではないことは明白ですので、こういった、おかしなデータをこれから取り除いていくということになります。はじめにパンダスでの実装になります。パンダスでは、データを読み込んだ後にですね、欠値や外れ値を、フィルナットやリプレイスで、置換していきます。その後、フィルター用の一時的なカラムを作りまして、その後、クエリーメソッドを使って、データのフィルタリングと、アズタイプでデータ型の変換を行っております。でここでポイントはですね、一時カラムを作るときに、エバルを使っているところになります。実はパンダスではこうエバル と、裏でこのナムエクスパーパッケージをインストールするとですね、複数のカラムを並列で処理できるといったところが、公式ドキュメントでも紹介されております。これによって、パンダスだけでもですね、一定の高速化を図るといったところが、期待できるところになります。続いてダスクになります。ダスクでは、ちょっとやり方に苦労したところがありまして、ファイル名に何年何月というデータが含まれていますので、これをチェック用に、データに加えたいんですけれども、パーティションごとに個別に付与するといったところに、苦労いたしました。でこちらちょっとやり方をいろいろ GitHub 等で調べたところですね、ディレイドを、使うことで、パーティションごとに、ファイル名の情報といったカスタムなデータを入れることが、可能となっております。ちょっとコードは若干、汚くなってしまいますが、ここで、データの読み込みと、
7行目で、アサインメソッドを通して、カラムを追加するといったところを行っております。また、主要な API はですね、Pandas とほぼ同じであるというところも確認できました。チップスとしましては、フィルナ、リプレイス、アズタイプといった、変換用のメソッドはですね、1カラムずつ実行するよりも、複数カラムを、こちらのコードのように一括で実行する方がかなり早いというところも、分かっております。さて、これらの問題を解決してですね、いざ実行するのですが、最初はちょっとメモリエラーが起きてしまいました。なぜかというのをいろいろ調べていくとですね、タスクで実行されるすべてのワーカーが、同時にこうファイルを読み込んでいくため、メモリ使用量が、一気に急増してしまったんですね。でデフォルトではワーカー数が CPU コア数となっておりますので、今回の環境だ と,、8ワーカーが、同時に、大きなデータを発行読み込んでしまうといったところが原因であることが分かりました。対策としましては、ダスクのコンピュートの引数にですね、ナムワーカーズという引数がありまして、これでワーカー数を、コア数より減らすことでメモリ使用量を制御することができました。とこちら、2つのコード例の実行時間とメモリ使用量を、可視化しているんですけれども、こちら8ワーカーで実行すると、赤いところを見ていただく通り、こう40ギガ、のメモリ40秒となっておりますが、ワーカー数を半分の4にしたところ、メモリ使用量は約半減しておりますが、実行時間はまあ2割増える程度という結果が得られました。なので、単純なこう比例反比例の関係ではなくてですね、ワーカー数を減らしても、まあ、処理時間がそこまで大きくならないというところも分かりましたので、もしダスクでメモリの扱いに苦労されている方とかは、ワーカー数をしていただくといったところが一つお試しいただけるポイントかなというふうに考えております。続けてバックスになります。バックスは、いざ実装してみるとですね、パンダスの API とかなり異なるところがありまして、こちらちょっと苦労したところでございます。例えば、日付や時刻の計算ではですね、Python のデートタイムクラスはそのままでは使えませんので、 NumPy の、デートタイム64といったところを、指定する必要があります。また、定数でカラムを作るときにもですね、Pandas のようにこうスカラーチをそのまま入れることはできず、vconstant と呼ばれる専用のメソッドを通していく必要がありました。また、値の置換はファンクフォエアといったものを、まあ、これはちょっと NumPy に近いですね、フォエア関数を使ったり、あと一番ちょっとこう情報がなく苦労したのがですね、NumPy セイルといった、まあ、外部の関数を使う場合、Bucks のレジスターファンクションズと呼ばれる、デコレーターを使って UDF を登録する必要があります。でこの UDF の中もまたちょっと癖がありまして、足し算掛け算は普通にできるんですが、割り算はスラッシュだとエラーになりまして、NumPy ディバイドを、明示的に呼び出す必要があったりとですね、まあ、ちょっとこの辺ドキュメントにもどこにも書いてないところがありまして、ちょっといろいろ試行錯誤して、苦労したポイントだったり、いたします。はい、続けてパイスパークです。PySpark では、まず、時刻の加減計算がいきなりエラーになってしまうという、ところで、つまずいてしまいました。このように、現在時刻に、まあ、プラス30分したいといった簡単なコードだけでもタイプエラーが起きてしまいまして、こちらいろいろ調べたところ、そのバージョン 3.2 で公開された PySpark Pandas はまだその Pandas のメソッドを全部サポートしているわけではなくないというところが分かりましたので、まだちょっとこれは現時点では難しい処理の一つというところだと思います。そこで、いろいろちょっとそうですね、 PySpark の、データフレームといったものを扱う方法も考えたんですが、ちょっと今回は全部 SQL で、書き直してみました。でただこちらやってみるとですね、意外と便利なことも分かりまして、まず、SQL 文を書いて、pyspark.sql で渡すとですね、まあ、データの保管やフィルター、型変換といったものが、全部できるようになっております。また、この from のところで、
ファイルのパスをそのまま渡すこともできますし、ダスクで苦労しましたファイル名を追加するといったところもですね、インプットファイルネームという、関数がもともと用意されておりますので、まあ、カスタムで何か作る必要も、なかったというところから、まあ、スパークの SQL も SQL については、まあ、かなり機能が充実しているといったところが、確認できたところになります。では、これらのパフォーマンスを、比較してみたいと思います。左の実行時間のグラフについては、少ないで10の7乗以下のデータについては、ちょっと乱下行あるものの、まあ、10の8乗を超えたあたりからはですね、バックスダスク、まあ、パイスパークあたりがそれぞれ近しい処理時間で、実行できております。一方メモリ使用量については、こちらはまた明暗が分かれまして、まあダスクやバックスはどんどんメモリを使っていく中、まあ、パイスパークだけはこう10ギガ以内で収まっているというところから、まあ、メモリ使用量に関するとこちら、スパークが、非常に優秀だったといったところが、結果として得られております。以上が2つ目の検証になります。で、続いて検証3のところですね、テーブル結合を行っていきたいと思います。はい、ここではですね、5つの定義テーブルを使いまして履歴テーブルと内部結合し、こちらの図のようにですね、もともとのデータに含まれるこうなんとか ID といったものを、まあ、なんとかネームというふうに、ID の変換を行っていきたいと思います。ここでは、変換後の、データのメモリーを節約するためにですね、各テーブルのデータ型は、キーとバリューともに、Pandas のカテゴリカル D タイプを、採用いたしました。あと10分です。はい、まずは、Pandas の実装になります。Pandas ではデータの結合はマージとジョイン2つの方法ありますけれども、今回ではジョインの方が、高速です。まあ、公式ドキュメントでもジョインの方が早いと言っておりますし、今回のデータでは約3倍の速度の違いが、ありました。またジョインの仕方も簡単でして、今回結合する5つのキーをですね、すべてマルチインデックスに設定して、あとは各テーブルを順にジョインするだけということで、非常に実装は簡単だったと思いきやですね、マージとジョインで出力結果が異なることが後で分かりまして、ちょっとこちら少しはまったところでございます。で調べていきますとですね、キーに何が含まれている場合、ジョインでは一致しないんですが、マージでは一致するということで、これは公式ドキュメントでもですね、マージの場合は普通の SQL と違うよっていうところがちゃんと明記されております。で今回の要件では、ジョインを使いつつ、何同士を一致させたいと。たところがありましたので、若干変化球ですが、カテゴリカル D タイプのカテゴリー値をですね、数値に変換する処理を一度かませまして、そこでジョインすることで、解決いたしました。続けて、ダスクになります。ダスクは今度パンダスとは逆でして、ジョインよりもマージの方が早いです。でこちらなぜかっていうのを調べたところですね、ダスクでセットインデックスを行う際には内部で、パーティションごとの相当といったものが実行されるため、Pandas と比べてオーバーヘッドが大きいといったところが、原因だと思われます。そこで、こちらのコードにですね、各テーブルを、Pandas のデータフレームからダスクのデータフレームに変換してそれぞれを順にマージで結合していきます。ここで、5つの定義テーブルはですね、パーティションは分割せずに単一のパーティションにした方が、結合の速度も速いといったところが分かりました。続いて、バックスによるテーブル結合です。バックスではインデックス同士の結合といったものはサポートしていないため、カラム同士の結合のみとなっております。まあ、なんですがちょっとメソッド名はジョインとなっててパンダスと逆なのが若干紛らわしいところです。でここで、バックスの制約としてキーにカテゴリカル D タイプを使うことは、現状ではできませんので、値に何が含まれることから、このカテゴリ型をフロートに変換してから、ジョインを行っております。
最後にパイスパークになります。パイスパークは、こちらインデックスにですね、カテゴリカルインデックスというカテゴリ型の、専用のインデックスが用意されていますので、こちらを使用して、キーをカテゴリー同士で結合することが、可能でした。ただですね、インデックスはいけるんですが、カラムにカテゴリー型を入れるっていうのは、現状の機能では、未対応、まあ、今後対応予定といったところが、ドキュメントにも書かれておりますので、カラムだけは文字列に変換した上で、テーブルの結合を行っております。はい、では、パフォーマンスの違いを見ていきたいと思います。左の実行時間を見ます と,、10の8乗を超えてくると、まあ、どのパッケージもあまり、大きな差異はないことが、分かります。まあ、一方メモリ使用量を見ていきます と,、こちらはまた違ってですね、まあ、バンダスと、バックスはどちらもメモリを大量に使っていく中、まあ、ダスクが、20ギガ前後で収まっている。まあ、ただしパイスパークがもっとすごくてですね、4ギガも使ってないという結果となっており、まあ、テーブル結合についてはパイスパークが、特に優秀であるといったところの結論が得られました。はい、最後にですね、4つ目の検証としてリソース使用量、まあ、CPU やメモリーですとか、あと何分かかるんだろうみたいな、そういった監視ができるかどうかを、確認したいと思います。はじめに、パンダスになります。パンダスは、デフォルトでそういった機能がありませんので、メモリープロファイラーやラインプロファイラーといった追加のパッケージを、使う必要があります。こちらのコードは、メモリープロファイラーの実行事例になっておりまして、このように、アットマークプロファイルというのを追加することで、その関数のメモリ使用量とか処理時間といったものを、行単位で追跡することが可能です。まあ、ただですね、完璧に取れるわけでもなくて、途中でガーベージコレクションといったものが発生したりすると、ピークの使用量が正確に計測できないといったことも、起こり得ます。続いて、ダスクになります。ダスクでは、標準でこれらの機能が、用意されております。まず、プログレスバーを指定すると、このようにシンプルではありますが、現在の進捗や、経過時間を出力することが可能です。また、リソースプロファイラーを使うとですね、下のグラフのように、CPU やメモリーの使用率といったものを、グラフで、可視化することが可能となっております。でもう一つですね、プロファイラーというものもありまして、これを使うとタスクの実行順序や経過時間などをより詳細に見ることが可能です。とこちらの図は、基本統計量の計算をした時の、実行結果になるんですが、この、まあ、黄色っぽい色のところは、ファイルを読み込んでいるタスクで、それ以外のこの細いタスク群は、それぞれのカラムをの最小値や、最大値といった統計量を計算しているタスクになっております。これらを見ることですね、まあ、タスクが長時間化していたり、メモリ使用量があるところですごい増えているみたいなことが起きたときに、まあ、何が原因か、具体的にはどんなタスクがそれを起こしているかといった原因調査をするところに、有効なものとなっております。続いてバックスです。バックスでは、バックスプログレストリーという機能を使って、進捗や CPU 使用量を、出力することができます。使用率ですね、失礼しました。で、タイプが2つありまして、ウィジットと指定すると、まあ、おなじみのノートブックにこのようなプログレスバーと、現在の実行時間、あと最後に CPU 使用率が、出力されます。また、リッチというタイプを指定すると、こちらの下の図のようにですね、まあ、バックスの中のタスクごとに、進捗率を出力するといったところが、可能です。まあ、これを見ますとですね、バックスで基本統計量を計算している中では、実はファイル単位でやっているのではなく、こういった、min、bar といった、統計量 と,、それぞれのカラムごとに、行っているといったところが分かって、まあ、ちょっと実際の処理がどう進んでいるかといったところが分かって面白いかと思います。最後に、PySpark です。PySpark ではデフォルトで、
上の図のようにですね、ステージごとにタスク進捗をするが出力されるようになっております。またスパークコンテキストで Web UI を有効化することで、こちらの図のようにタスクごとの処理内容ですとか DAG、またフィジカルプランといったより詳細な情報にアクセスすることが可能となっております。以上で、4つの検証について紹介をさせていただきました。最後、残り2つのスライドで、締めさせていただきたいと思います。はい、ここまでさまざまなパッケージを紹介いたしましたが、それでもパンダスを使いたい、もしくは使わざるを得ないみたいな、方も、いらっしゃるかと思います。そういった方のためにですね、アプライを含めちょっといろいろな、並列化の方法を2つ、ご紹介できたらと思います。1つ目は、再建になりますが、エバルを使って並列化する方法です。こちら、サンプルコードになりますが、上がビフォー、下はアフターで、どちらも簡単なサンプルですが、同じことを計算しているコードになります。2つを比べてみますとですね、エバルを使った方がより数式に近い形で記述できるということから、パフォーマンスのみならずですね、可読性の面でも、恩恵が得られると考えております。また、ナムエクスパを、入れないとですね、エバルは、正常終了するけど並列化はされないといったことが、起こりますので、こちら忘れずにインストールをお願いします。またもう一つの手段としまして、パンダス統合された、並列処理パッケージを活用するといった方法があります。こちらのコードは、その一種であるパンダラレルというパッケージを使った例になるんですけれども、そうですね、通常のアプライではシングルスレッドで実行されますが、パンダラレルアプライという、専用のメソッドを使うと指定したワーカーで、並列処理を実行することができております。特にですね、アプライやマップといった独自の関数を使わないといけないといったところで、こういったパッケージが活用できるかと思います。はい、最後にまとめになります。今回、さまざまなパッケージで、大規模データの効率的な処理といったものを、比較検証してまいりました。パンダスについては、今回のデータではですね、大体10の7乗くらいの件数でしたら、パンダスだけでも十分に、パフォーマンスが出るといったところが、確認できております。一方、ダスクについては、パンダスとほぼ同じ API を使いつつ、大規模データを処理できるといったところが、強みです。バックスは API がパンダスと異なるところが多々ありましたが、処理時間が、とても優れているケースも、いくつかありましたので、処理時間を重視したい場合に、良い選択肢になるかと思います。PySpark については、Python のみならず SQL といった複数言語を使用することが、できるのがポイントです。PySpark Pandas はまだ、登場したばかりですので、今後の機能改善に、期待したいところとなっております。最後にですね、これらの、結果いろいろ検証してまいりましたが、データや処理内容が変わっていくとですね、パッケージの優劣も、当然ながら変わる可能性がございます。なので、大きなデータの扱いに困っているといった方はですね、まずは時間になりましたので手元のデータで終了とさせていただきます。まず手元のデータで、試していただき、また、ユースケースに応じて複数のパッケージを使い分けていただけたらと思います。今回の発表が、その、取り組みの一助になれば幸いです。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。スライドに質問が上がっているようなので、いくつか質問したいと思います。スパークPySpark などは環境構築やパラメータ調整などで大変な印象があります。環境構築の観点で何か比較などされたことはありますでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。PySpark については今回は、JVM を入れたくらいでして、あまりその環境の構築の点では、いろいろ試したというところでは、ないですと。でパラメータの調整については、いろいろ、試行錯誤を行いました。代表的なところはエグゼキューターメモリーやドライバーメモリーといった、メモリーの上限を変えるですとか、あとは、パーティションごとのサイズの上限といった、いろいろなものを、試した上で今回、最適な、なるべく最適な値
の、計測結果を出させていただいております。で、そうですね、まあ、パラメータの調整は公式ドキュメントやその他有志の方のウェブサイト等をいろいろ参考にさせていただいたんですが、ちょっとそうですね、紹介されているものと比べ紹介されている通りにうまく機能しなかったものとかもいくつかありますので、それはちょっとバージョンとかもともとの環境の違いといったところもあるかと思います。なので、もあるかと思います。以上になります。ありがとうございます。次の質問です。パイスパークが他のものより圧倒的に低メモリーな理由を教えていただきたいです。内部のデータ形式などで工夫されているからでしょうか。はい、ありがとうございます。低メモリーな理由はちょっと私も不思議に思いまして、いろいろ調べてまいりました。で、結論としては、どうやら今回の、処理ケースですとボトルネックがメモリーではなくこう CPU にあるといったところが原因だというふうに考えております。PySpark を実行しますと8コアの CPU がほぼ 100% べったり張り付くような状態が続いていましたので、CPU をもし、8から16とか32とかより増やしていくと、メモリの使用量もそれに応じて、増えていくといった結果が、得られたのではないかと考えております。今回そうですね、CPU 数やメモリサイズといったのをいろんなパターンで検証していくといったところはできておりませんでしたので、それをちょっと今後の取り組みのところで、追加検証していけたらと考えております。ご質問ありがとうございます。次の質問です。内容についての質問ではないのですが、パッケージの情報はどこで収集されていますか。はい、ではこのパッケージをどういう観点でその探したのか見つけたかっていうところのご質問かと思います。そうですね、Pandas の公式ドキュメントにですね、Pandas エコシステムというページがありまして、その中でこういったスケーリングパッケージありますよっていったところがいくつか公開されております。今回はその中で代表的なものを、ピックアップいたしました。ただこれが、最適なものといったわけではなくてですね、今回検証できなかった、レイとかモディンといったもっと他のパッケージもいろいろありますので、そういったところも今後見ていけたらと考えております。ありがとうございます。次の質問です。今回は話さないこととして挙げていましたが、今回紹介されたパッケージと GPU 系のパッケージの違いの特徴などはありますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと GPU 系のは今回は試していないので、具体的にどんな結果になり得るかといったものはちょっと見えてはいないんですけれども、特徴として、GPU はそもそも、CUDA コアが圧倒的に数が多いところありますので、特に CPU や計算処理が多いものについては、GPU 系のパッケージは良い選択肢だと思っております。一方でメモリーのサイズがですね、GPU のメモリーは、普通の CPU メモリーと比べて小さいことが多いですので、大規模なデータを扱うといったところにすると、もしかしたらメモリーのサイズといったところが、ボトルネックの一つになり得るのではというふうに考えております。ありがとうございます。次の質問です。検証環境のインスタンス数は一つでしょうか。はい、今回はインスタンス数は1つで、実行いたしました。そうですね、ダスクや、PySpark は分散クラスターにも対応しておりますので、複数インスタンスでタスクを分散させてといったところもできたんですけれども、そうですね、今回のもともとのデータが、ローカル PC ですとか、よりラップトップみたいな軽量な PC でどこまでできるかみたいなところも実はモチベーションの一つになっておりましたので、今回は一つの、サーバーでどこまでできるかといったところを追求したものになります。ありがとうございます。次の質問です。 EDA で Pandas プロファイルを書店によく使っているのですが、 Dask、Bux、PySpark を使用した場合のデータプロファイリングはどのように行うのでしょうか。はい、ありがとうございます。Pandas プロファイリングはちょっと私も少し、使ったことはありますが、類似のものが、Dask、Bux、PySpark 全部にあるかっていう と、そうではないかなと思っております。今回、現在のバージョンで調べた限りですと、Dask が、そうですね、あ、違うな、
おそらくですが、今回見た限りではパンダスプロファイリングに相当する機能といったものが残りの3つのパッケージで、デフォルトであるわけではありませんでしたので、これはまあ他の、ダスクプロファイリングといったものがもしあればですけれども、そういった、追加のパッケージ、まあ、拡張パッケージといったものが、必要になると、想定しております。ありがとうございます。次の質問です。SQL を書いて良いなら DuckDB を使うとパンダスとシームレスに使えますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まさにその通りだと思います。もしデータフレーム等を使わず、SQL でもともとの資源があるですとか SQL が得意という方でしたら、その選択肢の方が良いと、思います。今回PySpark のところは、PySpark Pandas で、機能不足のところがあったので、まあ、やむなく SQL といったところになりましたが、もともと SQL 前提ということであれば、そういった選択肢も全然ありかなというふうに思います。ありがとうございます。他に質問はございませんでしょうか。それではお時間になりましたので、藤井さんの投稿を終了します。発表ありがとうございました。ありがとうございました。質問がある方、また直接お話ししたい方は廊下ホワイエでお話しすることができます。スピーカーも移動しますので、団長周りには集まらないようご協力をお願いいたします。スポンサーによるブースがありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆さんは、スポンサーブースのシールプランリーにもご参加いただけます。規定シール数を集めると限定 T シャツと交換できます。ぜひご参加ください。